はい、どうも、星野ひかるです。じゃあ、イフやっていきまーす。15章ですね、次。人狼の、なんだこれ。峰竜太。ま、いきます。まあ、人狼言うぐらいだから、まあ、そらね、ウルフが出てくるんでしょうけどね。まあ、間違いなく、人と狼にどっちでもなれるようなやつが出てくるんでしょうね、まあ。まあまあ、それは間違いないでしょう、おそらく。さて、ただいま偵察より戻りました。おー、アイアヘがおるんか。数千。それは無理や。それは無理ですわ。いや。状況では。そうだな。人だけ転んだりが難攻不落の後方、開園を通る道だ。なんですって。そこはアンヤオ君の民たちを恐れる魔物が住む山。これもキングダムで言うとこ山の民じゃないこれ。普通に、ヨータンワやんこれ。ヨータンワ率いる山の民やんこれ。タジフが出てくるんかもしかして。そうだ。なるほど。それが人狼いうことか。なるほどね。山の民のところを突破すると。お任せください。それはやばいな。これ出てくるパターンやな、多分。大丈夫かる？そうだな。で、俺はそこをそれを伝えてと。来るぞ。ガル。危ないぞ。お、来た。いいや。ほう。末裔。おい。フランネル。女は仲間入りそうな顔しとるな。俺はフランネル。ガルのリーダー。何？は？本当か？あ。仕方ないね。ごめんなさい。通してやろう。おお、マジ何？おいおい、これ間違われるんじゃないか、これ敵やと。そんな負け似てるわ。もうマジやったんだな。違う、信じまえ。おい、誤解したぞ、誤解したぞ、これ。これ一番ややこしいパターンや。おお、ナイス、鈴風。大丈夫、鈴風。耐えろ。お前強いぞ、お前暮らしにしないからな。カラクリやぞ、お前は。逃がさないぜ。参ります。ほう。なるほどね。勘違いするパターンか。見せてやろう、俺たちの力を。ああ、これ、順任者出れへんパターンか。ってなったら、おぼろと、匠くん、まあ、匠出したいからな。てか、匠出さない多分きついと思う。こいつ異様に強いから。こいつは必須。ということで、組ましていきましょうかと。どこだ？リンカちゃんどこだ？うい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 おぼろおぼろおぼろ結構な、なんか特殊能力結構強いんやな、これスキル。あとはよし、ここ多分弓矢いないと思うんで、もう全部こいつらだけやろ。ペガサス暴れまらせようか。暴れまってこいよ。たくみちゃんも行ってこいよ。お前もこっち行け。よし。よし、行こうか。すべからく行こうじゃないか。すべからくな。さて、まあ、ロックしていこうか。この辺を、全部。こいつ、強こいつ。必殺に、15？ こいつめっちゃ強いぞ。これ中も入るんかな？拾い物。7度目まで行動終了時に鉱石が食材3つ入手。こいつな、中も入るっぽいな、でも。どう考えてもさ。気のせいか。敵にたるダメージプラス4。強。はあ、こいつ結構強いな。必殺高いな、結構。しかも力と速さ高いし、技高いし。こいつ気をつけなあかんな、マジで。こいつ強いわ。やつには気をつけよう。結構いらっしゃるね。ああ、オッケーオッケーオッケー。よし。オッケー。ペガサスは上に2人攻めようか。余裕で食らうやん。オッケー、いけるやん。ただ、命中が低いな。よし、オッケーオッケー、追い込んだ。もうあとはこれ、椿で確実に、サクッとね。オッケーオッケーオッケー、守備、マンボウね。まあ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 。守備低いからな、ヒノカちゃん。ヒノカちゃんはね。よし。ほう。もらった。
せいオッケー。おー、マスタープルフありがとう。マスプルでかいで。マスマスマスプルプルマスプルアイ。マス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 プルプルマスプルアイ。せいアクアがレベル20超えるっていうのがね、俺としては嬉しかった。突破。リンカで行きたいけど、どんなもんよ。あ、いけるわ。せいよし。まあ、軽く経験値もらっていこうか。主人公はまあもう、正面突破でいいでしょう。よっと。来たまえ。やるじゃないか。まあ、ジョーカーのいいレベル上げになるかな。さーて。交代。杖。杖は強えぞ。ここでできれば、おぼろとか月読みらへんを上げておきたいんで、ちょっとどれぐらいこいつくらい？おぼろで。おぼろのどんだけすんよ。15いくんか。結構いくな。二人合わせれば、勝てる。ただこいつ強いな。マーナガルム。あ、こいつ上級職のやつか。くそ、結構強いな。あ、お前強すぎ。あー、こっち行くか。よし、行け。頼む、当たってくれ。当たれよ。くそ。マジかよ。マジかよ。結構どころか、だいぶ強いぞ、こいつら、ほんまに。やるな、マーナガルム。ほい、よし。20か。当たらんな、攻撃が、マジで。当たらん。くそ。こいつで決めたいな、おぼろで。65番行ってくれ、頼む。当たらん。くそ。くそ。当たらんか。お、なんか攻撃上がっとるぞ。お、なんか一発だ。いける。いけ。よし、オッケー。よーし。オッケー。レベル上げてからな、やっぱきっちり。オッケー、あいつももらおう。あいつもリンカかおぼろでもらおう。結構敵はマジ強なってっとうから、その辺ちょっと気をつけなあかんな、ほんま。レベル上げてからほんまあかん。弱いやつは。弱いやつは今のうちレベル上げていく。よし。龍脈。敵なら減少。これどれが減少するやん。よし。めっちゃ下がるやんけ。え、これじゃ下がるやん、これ。え、めっちゃいいやん、これ。え、これ使う。これめっちゃ絶対大事やん。すんげえ下がったぞ。めっちゃ言うやん。弱なったぞ、だいぶ。オッケーオッケーオッケー。これでおぼろちゃん行こうか、じゃあ。おぼろちゃん行っちゃおうか。アクション。オッケー、よっしゃ、アップレベルアップ。よっしゃ。しょぼいな。お前上がりしょぼいな。お、マスタープルフまたか。マスタープルフ祭りやな。よーし。さくらちゃんもレベル上げときます、きっちり。さらにさくらちゃんもう一回動かして。モランか回復。いないっぽいっすね。だいぶ弱なったぞ、敵が。オッケー、こんだけ弱かったらいけるわ。しかも、ところどころにあの雨のやつあるから、あれ使っていけばだいぶ楽に進めれるかもね。交代しておこうか。よし。来たまえ。痛い。弱っ。弱いぞ。おー、ナイスレベルアップ。めっちゃくれたな、経験値。オッケーオッケー、力でかい、力でかい。おぉ、めっちゃアイテム落とすな、ここ。さてさてさて。杖で回復して、お互い回復し合うという作戦ですね。ナイスファインプレイ。杖で回復し合いましょう。お互いをね。お互いを癒す。これはすごい大事なこと。なんか、動けんな、ほとんど。くそ。
おお、一歩で逃げるやんけ。雨最高。これ敵能力先取ってだいぶいけるぞ、これ。おしよしよしよし、おお、いいね、いいね。攻撃力まだ欲しいから、上げとき上げとき、この辺で。なるほど、いいこと考えてた、俺は。これさ、これで、これやるやんか。これやったら、多分、匠はこいつ、地形効果受けへんから、いけちゃうんだな、こいつ。お前強いな。お前移動力6で、どこでも動けるってこいつやばいな、この風神の意味。強すぎひん、これ。地形こう、平地のように移動する。こいつやっぱ別格で強いわ、匠。能力がちょっとせこい。言ったらないけど。何この威力。お前強いな、ほんま。スパーン。必殺率7パ。あいつマジ強えわ。いや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 。見てこれ。え、こいつ、やば。突っ込みたらこんなくし動かれんのに。よし、出向こうか。敵地に出向こう。正面突破いける。かなぁ。ちょっとこいつ怖いな。この方も怖い。まあ、アクアとかこの辺はちょっとまだ危ないと思うんで。まあ、ジョーカークラスになると多分ね、正面から行ってもまあ大丈夫。つかこう大丈夫か、これ。守り使ったらどうなる？ああ、結構強いな。やめとこう。ふん。ザコメか。痛い。痛い。よしよしよし。やるな、ジョーカー。お前は強いぞ。さすがじゃないか。さすがだな、ジョーカー。お前はなかなかに強い。さて、こいつを、つくよみちゃんで行こうか。よーし、行ってこい。つくよみ強いな。いいね。いやー、魔法攻撃は、強い。これ一歩でいけるな。行ったろか。おぼろなかなか強いな、こいつ。ふふふふ。おぼろがなかなかに強い。鈴鹿ちゃんも行ったろ、もうこれ。強行突破。さーって行こうか。よし、行ってこい。そりゃー。椿で決めるんもいいけど、どうしようかな。椿決めとくか。椿弱いからな。よし、オッケー。よし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 。上がって力。オッケーオッケー。おー、いいねいいね。力の準備でかいよ。力が足りんから。やっぱ力低かったら、とどめさせんからレベル上げできんのやな。さて、ジョーカーちゃん。よーし、いけい。そい。ドゥルドゥ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 。おい、鈴鹿に来るとか、お前。無謀すぎ。こっち怪物やぞ。危ない。やるな。危ないじゃないか。お、マジか、増援か。まあ、来るのは分かっただけど、なんとなく。こんなんじゃ終わらないでしょうね。これ、リーマク言っときたいな。ドンこれめっちゃ強いから、これ多分な、もう一方的にいける。見て。これやばいっしょ。さーて一方的に行かしてもらおうか、どっち行こうか。君死んでくれ。スイー、当たってない。惜しい。なんかボルトアックスゲットしたぞ。なぜだ。なぜだ、お前は。なんかわからんけど、前は。戦闘時自分のレベルが敵のレベル以下なら、当たるんで、あ、これだからダメージ大きいんか、こいつ。なるほどね。アクアタソー。オッケー、アクアタソー行こうか。あ、これ、つくよみでいってよかった。ミスったー。ミスったー。ゴズ&メズやほんまミスった。前は。まあいい。よし。さーて、今週のサザエさんは、うん、サザエでございます。お魚くわえたおぼろさん。おっしゃー。危ない。レベルアップ。着実に着実に。もう全然上がらへんやないか、お前。まあいいけどさ。数回に強いからな。うん、効かんな。お前強すぎ。あ、全然期限作れへんわ。
あんま戦わせん方がいいな。よしよしよし。敵の能力下がってたらほんま楽勝で。あそこ右上も龍脈あるから、お、ナイス。残ったぞ。リンカで欲しい、あそこは。多分あれ、ここ出てくるっぽいけど、出てくるところを抑えたい、こいつで。危ないな、こいつ。こいつ結構強いな。何？絶妙な能力しような、こいつ。くそ。よっしゃ！もろた！つくろみ強いな、こいつ。ダメージ量4上がるってでかいで、結構。しゃ、つくろみのレベル低いからさ、基本的にはもう負けとるわけやん。しゃあないな。王子出るか。行ってこう、王子。お前しかいないわ。もう。お前最強。ボス危ねえな、こいつ。こいつ多分危ねえから。これ勝利条件は、敵全滅これ。あ、全滅や。全滅が勝利条件やから、ここはな、月読みちゃんで決めたいけど、ま、じゃ、様子伺っとこう。ま、いかんで山田。よし。どれぐらいのもんよ、こいつ。あ、結構弱いな。魔法引く、お前。これ枯れるんじゃない、もしかして。足りんか。さすがに足りんか。あそこ最後、リーメイク行きたいな。よし、行ってこよ、こいつ。行ってこい。で、ちょっとずつ、まあ、行こう。ちょっとずつね。ちょっとずつね。ああ、一方的にいけるな、これ。火の粉大丈夫か？必殺回避。この必殺怖えな。力16。大丈夫だと思うんやけど、ただこれ威力20にやるから、多分下手で負けるからやめとこう。うん、効かんな。ほれほれほれ。よし、ナイス、ええぐらい。つかみ、残った。何？そっから来ちゃうか。別にここはいいけどさ。ここはもう、王子の、王子行ってこい。よし、ナイス。ナイスだ、ミッチー。お前はミッチーと呼ぼう、今後。そして、ここを。コツコツ行こうぜ。多分、こっちの方が確率高いな。さーて、行け。よっしゃー、レベルアップ。つかみ、ナイス。オッケー、でかいでかいでかい。守備と魔法でかいぞ、お前。お前、守備と魔法ほんま低いから。打たれ弱すぎんねん。自覚あるよ、お前。これは、ここは、ジョーカー使いたいですかね。無理だね。あー、いけるか。あー、やめとくか。でも一応ね。これで生き残ったジョーカーでいこう。生き残らなかった。ほい。さて、ボス戦行きましょうか、じゃあ。行くぞ。強いな。一回受け身になろう。来たまえ。危ない。よし。あ、弱っ。余裕買ってもだ。うまい、経験値まい。ありがとう。よし。ほう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 。魔力上がったんでかいな、速さも。うん、速さ魔力でかい。よし、精霊の粉。魔力欲しいからな、今。だいぶ欲しいで、魔力。まあ、何があるか分からんけど、まあ、とりあえず一応ね。オッケー！まあ、今回楽勝でしたね。マスタープルフをやけにゲットしたから。お、これ勝てるやん。よし、これ勝とう。よーし、行ってこい。せいー。オッケー！ナイス、おぼろちゃん！ふぅ、おぼろ匠。ナイス。おぼろと匠結構相性ええな、こいつら。強いな、おぼろ。あなたの罪ではありません。おお、普通に鈴鹿で何も抜けへんかったな。これ、支援度は引っかかって抜ける。え？
何？まずい、これは。どうなんねん、ここで。でるでんでるでんでんでん。おー、ナイス、風。助けろ、早く。やめなさい。これ本来、ジョーカーの役目じゃない、ここ。あなた絶対に死なせはしない。鈴風とくっつけたらよかったかもしれん。これは。ほう、やってみましょう。お、破壊するんこれ。おお、やば。お許しください。そうですね。ありが、大丈夫。ええ。ふう、よかった。これでどうなっとったのな、本来。鈴風の支援度が低かったらどうなっとったのかだけ気になるな、ここ。量もかっこいいな。着いたぞ。よし。太陽だ。え？いいや。なるほど。そう。ええ。死ぬ部屋を取り戻してみせる。おー、クリアした。てまあ、危なげなく行きましたね。陥落なんちゃらってことだな。お、どうした、リリス。え？誰だ？お！フェリシア！これあれやん、あの、羊やん、メイドやん、アイアンをここった。そう。マジで？え、すごいタイミングで仲間入ったけど。マジで？フェリシア、メイドちゃん！アンやねん、主人のために尽くす召使い。杖で主人を癒し、暗鬼で主人を守る。結構強いぞ、しかも。これ上級職？これ。まあ、上級じゃないか、これ。絶対援護。こうやるとき全員が主人公なら、主人公を当たるダメージプラスに、受けるダメージマイナスに。え、これめっちゃええやん。なんかジョーカーと一緒やな、これ、持っとる。おー、男性、あ、これ。なるほど、これ男主人公の相方って感じか、これ。女主人公の相方がジョーカーとすれば男主人公の相方ってことこいつ。ほー、ただ今更って感じやもんな。可愛いけど。フェリシア使いたいけどな。もうボールで精一杯、俺には。よし、お前ちょっととりあえず一旦マスタープルファー預けとけ。よし、ええぞ。てか誰かにレベル20いったっけ？ギリギリいってないんか。ギリギリいいやな、これ。ジョーカーが次上がりそうかな。もうこの辺もいけそうなんやけど、もうちょっとなんやけどな、全員。もうジョーカー持たしとってめえぐらいかもしれん。もしかしたら。あ、めえわ、いらんわ。戦闘中にやるとかしんどいからな。さて。よし、まあ持たしときますか。こいつなんかもうちょっと強い武器持たしてもええかもな。もうこれとこれ両方別に、似とるから。命中で敵能力減、ターン回復。うん、これいらんわ。で、な、もっと強いやつあれやろ、多分。鉄。粘かよ。あ、もうええわ、これで。お前、この装備でええわ。万年この装備でいっとけ。さて、次。なんか、秀の人。これな、もうアイテム使っていこうか。主人公に。だから、全部主人公に使う気はないけど、別に。主人公の低い部分上げていこうと思ってます。多分、主人公は魔法が異様に低いから、魔力足りひんねんな。だいぶでかいで、これ。で、技は別に問題ないから、魔法もまあまあ、魔法もまあ、まあ一応あげとってもいいんやけど、まあ大丈夫かな、別に。誰あげようかな、次。こいつ、弱え。リンカマジ弱えからな。桜多分結構強い。守備があったら完璧。で、アクアは多分これ守備あったらほんま強いから、まあ、HP も低いけど。HP と守備さえあればやばいぐらい強いんやけどな、これ。鈴風は守備低いけど、まあそれ以外は完璧っぽい。こいつ幸運高えな。匠も魔法か。まあ、別にええか。龍馬、匠。これもどっちが強いかって言ったら正直絶妙なラインやけど、やっぱ龍馬に軍配上がるな。だから匠のこの風神弓が強いから、まあ、龍馬のこう雷神刀も意味わからんぐらい強いけどな。これ力プラス4って意味わからへんからな。1から2の射程で。必殺も5あるから地味に。
どんだけ強いね、言うてね。まあまあ、いい感じのパーティー揃ってきてますね。誰？アクア、おー、終わりか。おー、ワクアイベント終わりー。てててん。おー、普通に終わったな、ほんまに。アクアさ、お !A プラス。行ったれ行ったれ。あ、終わりこれで。つかみ。てん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 。まあ、これは別にいいかも。まあ、大してイベントないやろ、多分。お、おぼろたくみ。これ結構気になっとったんやて。おぼろ確かにたくみめっちゃ惚れとるはずやん。呉服の薄いなよ、おぼろって。てるてーん。おー。オッケーオッケー。結構、オボロと匠はね、お似合いなんですね、カップル的には。まあ、オロチがね、お役御免だったんで。で、オボロ結構強いんやな、こいつ、思った以上に。結構こいつやるんですよね。このアンヤ嫌いがこれ結構ええと思う。ほぼほぼ常に与えるためにプラス3なんでね。で、しかもこれ。敵の人にマイナス6やから。戦闘後。だ2回目の戦闘でだいぶダメージ与えれるっていうね。マイナス6ってこれ強すぎひんかってぐらい強いんや。強いから、ほんまに。こいつのスキル。かなり優秀ですね。てってってって。はい、じゃあ今回は、とりあえずこれで終わって次またこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。